第1試合女子スーパーフライ級4回戦を行います。赤コーナー2戦1敗1引き分け114パウンド4分の1渡辺所属ガチコー萩生田、私ほど負けっぷちのボクサーはいないと。ガチコ萩生田、明日が37歳のバースデー。青コーナー3戦2敗1引き分け113パウンド4分の3ハッピーボックス所属アダムス花子。時間がない、そんな中での再戦、一勝体制、こちらも同じアダムス花子。ジャッジ松原信弘、同じく田中浩二、同じく半田隆樹、レフェリー今村智弘。神戸市立中央体育館スーパーフライ級1ラウンドは2分の4回戦です。画面の右側、赤いグローブがガチコ萩生田、渡辺ジム、対してハッピーボックスのアダムス花子、ともに167センチ、36歳、4戦目初勝利を目指す、こちら青いグローブの花子、まだ勝ち星がない3戦目ガチコ。でも大学時代からこの本名マチコというんですが、ガチコというふうにみんなに呼ばれていたということですね。まあ、ジムの会長の奥さんもガチコなんていうふうに呼んでいるそうです、萩生田。さあ久保さん、とんでもない状況の2人ですよね。まあ、そうですよね。なんかお互いなんか意気込みというか聞いていると、すごいこの試合にかけているなと思いますね。はい、まあ、しかもこれ17日のスパンがあっての再戦、あっという間に戦うことになったという状況も、これまあこういうこともめったにありませんよね。そうですよね。そこのそういったところも含めて前回の試合の続きになると思うので、はい、さあお互いオーソドックススタイル、左のガード顔面しっかりこう覆うようにしています。ガチコプレッシャーかけているのは赤いグローブガチコの方のようですね。そうですね。でアダムス選手は自分の距離を保ちたいというような、はい、というそうですね、高い感じですね。今しっかりこの違い、左一つ青いグローブアダムス花子が放っていきました。鋭い眼光ガチコ、本当にこのボクシングプロデビューというのはもうできないだろうというふうに、まあ、2人とも年齢的に考えていたというバックグラウンドがあります。ベギー一つガチコ捉えましたね。そうですね。この間合いなどはどうですか、どんな風に見えますか。あ、まだちょっとお互い探っている感じだと思うんですけども、はい、このペースでいくとちょっとガチコ選手が距離を詰めていけるかなと、はい、その時に、まあ、4ラウンドしかないのでアダムス選手も自分が詰めないといけない時が出てくるので、はい、そこら辺はちょっとはい、どうするかですね。左打ってこうして回っていきます。時計回りから少し後ろに下がってガードを改めて高くした花子、これ画面の向こう側です。右ストレート、左その後ガチコも返していく、もう一発テンプルの当たり捉えています。第1ラウンド終了間際、ガチコ追いかける、返す花子、その後身を離れたところ、ワンツースリーガチコが打ち込んでいきました。第1ラウンド終了です。さあまず最初の2分間が終了いたしました。久保俊さんに伺いましょう。ちょっとアダムス花子を被弾して、これ左顔面ですね、赤く変わってきましたね。そうですね、まあ、ちょっとガチコ選手が距離を詰め始めて後半から捕まり始めてきて、距離は縮まってきてはいるので、はい、アダムス選手がそこからこの次のラウンドどうするかですよね。そうですね。まあ、前回の戦いはバンタム級でしたが、今回は一つ階級下げてスーパーフライ級です。まあ、ガチコは語っています。まあ、こういう、まあ、シェイプした方が自分に合ってるんじゃないかななんていうふうに。で前回は後楽園ホール東京の殿堂での戦いでしたが、舞台は西に移って神戸。さあセコンドアウトです。ガチコの表情がいい。4ラウンド中の2ラウンド目です。さあ例えば久保さん、これ花子サイドにセコンドついてアドバイスを送るとしたら、どんなことがあるんでしょうね。そうですね、ちょっと距離を取ってディフェンス中心にするのはいいんですけども、やっぱ手を出さないとやっぱりポイントは取れないので、
でやっぱり右手の位置が、左手の位置がガチコ選手が高いので、はい、ちょっとボディストレートを打つなり、そういったことでちょっと動きを止めていかないと、はい、ここまでは詰められるだけかなとはちょっと思いますね。まあ、ガチコはプレッシャー変えずで構いませんか。あ、そうですね、右手の位置もしっかり相手のジャブを抑えるところにいるので、はい、左手も上げて右手を相手の右ストレートが、はいはい、いくらい位置には左手の位置も持っているので、アダムス選手としてはちょっと打ちづらい、打つところがないのかなと、はいはい。まあ、アダムス花子というのは本名ですね。でイギリスで1年のも半分くらい過ごすという生活をしているそうです。アダムス横浜市出身、だから自分が熱くなるものが欲しくてボクシングを求めたという背景があります。対してはアダムス選手もあれですね、ちょっと足を使う時間よりもちょっと踏ん張る時間が増えてきているので、はいはい、ちょっとガチコ選手ともそうですね、はい、少し、はい、ちょっと距離が、はい、状況が変わってきたかなと。そうですね、はい、左目の下はこうだいぶ赤から紫色に変色している青いグローブのアダムス花子ですが、こう状態の動きなどいいですよね。あ、いいですね、はい、まあ、フットワークからこうやって前傾姿勢、それでもガチコがこの一撃にかけると右から左下がりながらアッパーカット、花子も手数でこうしていきます。まあ、回転数2人とも変わってきましたね。ストレート、そうですね、ガチコの拳、花子に空振りさせて、その後頭を低くさせて花子応戦しましたが、第2ラウンド終了です。さあこのラウンド後半だいぶ火ついたんじゃないですか。そうですね、はい、アダムス選手も、まあ、距離を保てている時もいいんですけども、はい、まあ、ちょっと詰まった時のやっぱガチコ選手がやっぱりそこで行ってしまうので、はい、そこだけの対応をアダムス選手としてはした方がいいかなと。あ、はい、まあ、で対応してきたらしてきたでまたガチコが何発もパンチ重ねてきますね。そうですね、はい、やっぱガードの位置とかがいいので、はい、お互い同じ手数やったとしてもやっぱり要所要所でガチコ選手が締めていく形かなというふうに見えますね。まあ、それを後半戦に入って花子がどのようにひっくり返すことができるかですね。そうですね、はい、さあ両者の表情です。まっすぐ前を見ている左側の花子、眼光鋭い睨みつけるようにガチ子萩生田崖っぷち対決パート2、最初の戦いは7月28日でした。今は8月14日、3ラウンド目が始まっています。また今度ガチコが体勢引っ越してストレートパンチ、はい、でも右ストレート花子アダムス力強く打つ、はい、で徐々に、まあ、不利になっては来ているわけですよね、この動き、はい、まあ、それに対してガチコこうやって距離詰めてきます。これ今ガチコサイドにこうアドバイスを送るとしたら何ですか。あ、そうですね、今のままでいける僕はいいと思います。プレッシャーかけてプレッシャーかけて、やっぱりそれで相手が嫌がってきているので、アッパーなどもあるガードの下からというアダムス花子のパンチ、右左と大きく頭を振ってきます。まあ、ガチコは先輩にあのチャオズ箕輪さんもいます。チャオズ箕輪選手ですね、はい、でも本当ジムにもう大先輩たちがいっぱいいるので、もう大変な状況でもそれも嬉しいなんて語っています。渡辺ジム、本当に名門ですもんね、はい、そのホーキトレーナーとの出会いがあって誘いがあって、うわでもそのアッパー、これ花子はロングリーチ生かしてきますね。そうですね、ここもそう、ミニアッパー左、直線的なパンチ、それから立体的に花子が試合を展開しています。だいぶ左手上に上げたりしますよね。そうですね、あれで距離を保つことによって、はい、ガチコ選手のフィーストレートに打ちづらくなるので、あれは効果的かなとは思いますね、はい、よくあの空手などでこう手を前に出したりなんて動きありますよね。そうですね、手の位置によってやっぱり相手のパンチを限定させることができると思うので、はい、はい、ガチコ低く下がりながらの花子、それでも愚直なまでに全身はガチコ詰めてくる。でもガードもしっかりなされていて、左下がって花子のパンチ、第3ラウンド終了です。
さあ久保俊さんにお話を伺っています。このラウンド自体は印象どうでしたか？ちょっと難しい。そうですね、やっぱお互い気持ち強いですし、アダムス選手も良さも出てるし、ガチコ選手の良さも出てるし、本当にいいラウンドだったなと思いますね。そうですね、はい、何かこうアダムス花子選手はこう中盤からこの3ラウンドにかけて、調子上げてきたように見えるんですが、どうでしょう？そうですね、やっぱり最初のラウンドでやっぱ距離を保つことだけでは止まらないって思ったんでしょうし、はい、やっぱちょっと踏ん張る時間が増えてきたので、伝える力も多くなったので、やっぱりガチコ選手もちょっと最初よりは入りづらくなったのかなと思います。さあガチコ、この後最終第4ラウンドをどんな風に迎えるでしょうか？そうですね、最終ラウンドやっぱあれじゃないですか、お互い気持ちの強さを見せるんじゃないかなと思います。やっぱり欠けているでしょうし、そうですね、はい、今年7月28日以来の再戦です。その時はバンタム級で1対1ドローでした。もうあと2分しかありません。プロ4戦目、青いグローブアダムス花子、赤いグローブガチコ萩生田、それでもストレート、これ鋭く花子返すのはど根性でガチコ、でもこれ正確度でやや花子なんでしょうか？お互いけど気持ち強いですね、やっぱり最後ここにかけているので、はい、まずそれが一つ持ち味です。そしてガチコもガードを高くしてステップインしていこうとします。それを警戒にこう足さばき、アダムス花子2人とも36歳、37歳で日本ランキング入りしていないボクサーは定年引退となってしまいます。明日が誕生日です。37歳になるガチコ、どうでしょう、より自由に自分のペースで戦えているのはどちらなんでしょうか？けどガチコ選手としてはこの展開に持っていきたいでしょうし、アダム選手はやっぱり2回打たないといけないので、けどこのままでも4ラウンドしかないので、はい、打ち合わないといけないところが出てくるので、詰めるのはガチコ、はい、もうそれはスタイル的にはもうやっぱりそうではないと勝てないので、ガチコ選手、そうですね、はい、詰めて何発も顔面を捉えてというのがガチコです。先輩にもアドバイスされたと言います。もう相手のガードを空いたところに打てばいいんだと、まあ、それが最近分かってきたと言います。さあ下がりながらの花子、こうして今度は反対側に右側に動いていきます。巧みにステップ使ってから右ストレート、もう一発、今フック入りましたね、顎先入りましたね、はい、ガチコ選手に行きますね、前に出続けるスタイルのガチコ萩生田、そして軽快にこうして待って、いや右ストレート、ガチコ動く花子を捉えた、戦いは終わっています。この後判定の発表、前回同様判定にもつれ込んでいます。赤ガチコ萩生田 VS 青アダムス花子です。さあこれは最終局面です。久保さんどう捉えましたか？あんまりお互い気持ちが強いっていうのが表れてます。やっぱりスタイル的なもんで、はい、はい、まあ見栄えの問題とかも出てきますけども、さあ両者中央感極まるものもあるか、ガチコ最終結果を発表です。ジャッジ田中浩二38対38、イーブン、一人目ドロー。ジャッジ松原信弘、ジャッジ半田貴樹、ともに39対37、以上2対0の判定により勝者、青コーナーアダムス花子です。2対0、アダムス1人は39対37、1人は38対38の花子、崖っぷち対決パート2、明日37歳のバースデーを迎えるガチコ萩生田、敗れてがっくり崩れ落ちています。ありがとうございます。さあ久保選手、今この結果にどんな思いでしょうか？けどすごい良かったと思います。お互い気持ちの強さが出てましたし、アダムス選手の距離を取りながらしっかり打っていたパンチがポイントに入っていたんですし、だけどガチコ選手はガチコ選手で自分のボクシングスタイルを通したし、はい、僕はいい試合だったと思います、ね、はい、これは胸を張ってリングを後にしてもらいたいですね、はい、そうですね、37歳引退という道になりますが、ガチコ萩生田ど根性、そしてアダムス花子ギリギリ勝利しています。